はい、こんにちは。こんにちは。ルーヌウェブカレッジです。アシスタントのあゆみです。ウェブ担当になったばかりの方、私もそうですけど、ウェブ未経験だと何からスキルを習得していけばいいかわからないんですよね、ルーさん。ウェブ担当はめちゃくちゃ重要な仕事で、いろいろウェブサービスを作ったり、そういうのを結構考えたりしないといけないかなと思いますね。責任重大ですよね。そうですね。まあ、闇雲に頑張るんじゃなくて、今回は必須スキルを厳選しました。今からお伝えする一つ一つのスキルを習得すれば、あゆみさんや、まあ、ウェブ未経験者の方、視聴者の方は一流のウェブ担当者になれると思います。一緒に一流のウェブ担当者目指しましょう。今回は5選説明していこうと思います。はい、ではまず一つ目は何でしょうか。一つ目はプログラミングの基礎知識ですね。難しそう。そうですね、うん、ウェブ制作やシステム構築する上で必須なスキルだとは思いますが、どこまで必要でしょうか。最低限の知識というと、まあ、HTML だったり CSS だったり、その辺のフロントって言われたことは知っておいた方がいいと思いますね。一から勉強する身としてはどうやって学んでいこうかなって悩むんですけど、おすすめの勉強法はありますか。これに関しては教科書だったり、ネットの情報だったり、ホームページの作り方などの勉強した方がいいかと思いますね。そういう自学っていうのも必要になってくるんですね。そうですね、この辺の知識があってこそやっぱりウェブ担当者かと思いますね。でもルーさん、プログラミングの知識って多分たくさんあるとは思うんですけれども、はい、それがないと逆に不具合だったりとかうまくいかないことってあるんですか。そうですね、まあ、その辺の意識、意思疎通ができてなかったら結構多いですね。実際にプログラマーの人との意思疎通って意味ですか。そうですね、うん、知識が不足すると困ることってどんなことですか。まあ、意思疎通ができてなかったりとか、まあ、説得力に欠けたりとか、その辺がやっぱ出てきますね。自分が知らないのに配下の人たちが知ってて会話が弾んでると入れないですよね。やっぱりその辺は理解して会話を持っていかんと伝えることもできないし、まあ、伝えられた方もどうやって作っていけばどうかわからないというか、システム構築を発注した際に自分が言語が分かってないと、当然その要件通りにシステムが構築できないとか、そういったこともあるんでしょうか。そうですね、まあ、言語までは知らなくても、まあ、どういった意味で何を使ってるかは把握しておいたら伝えやすくはなるし、まあ、それぞれメリットデメリットもいろいろ出てくるので、うん、なるほどですね。2つ目はコミュニケーションスキル。コミュニケーションスキルってもうビジネスの現場だったらどこでも必要なイメージですね。企業のウェブ担当者だとどんな場面でコミュニケーションスキルって必要になるんですか。まずは何を作りたいかとか、それを発注者さん側にどういった目的でちゃんと伝えるかどうかですね。企業内でも担当部署内でのコミュニケーションって大事ですよね。そうですね、まあ、企業内で依頼する場合もこういった目的で売り上げを上げたいのとか、まあ、そういった意味でコミュニケーションができるかどうかは大事になってきますね。そうですよね、企業の担当者の一人として制作者側にそれを全部分かってもらわないと作れないですもんね。そうですね、もう何がまず目的かっていうところをちゃんと喋れるかどうかっていうのは大事ですね。上司とのコミュニケーションもね、どこの現場でも必要とはなりますけどもです、ね、ウェブ担当でも一緒なんですね。ですね、はい、うん。3つ目はまあデザイン、UI、UX に関する知識ですね。デザインの知識も必要なんですか。そうですね、最低限伝える自分がどういうふうに何を目的としている顧客を集めたいのか、物を売りたいかによってデザイナーさんに伝えていかないと、デザイナーさんと相違が出てくるかと思いますね。できる方だとワイヤーフレームを書くなんて言いますけど。そうですね、ある程度の叩き台がもし自分で作れるんであれば、まあ、制作会社も分かりやすいかと思いますね。確かにそこの認識の層が起きないから、書けたに欲したことはないですね。そしたらそうですね、自分でこういった内容、うん、コンテンツページが欲しいんですよって紙なので書いてお渡しするとより伝わりやすいかと思います、うん、もしその辺も伝えられると納品も早くなってきますね。それは効率的ですね、はい。4つ目はマーケティングスキル。これはマーケティングの部署必須スキルになってくるとは思うんですけど、これに関しては市場の調査だったり、うん、自社の分析だったり、それができているとやっぱり伝えやすくなりますね。このスキルは認知を広げたりとか売上をアップできるスキルなので、みんなが持っておいた方がいいくらいですか。そうですね、もうこの辺はみんながやっぱ持っていた方がいいと思うし、プロモーションができたり SNS を使ったりできたりしたら、うん、やっぱそれが一番いいかと思いますね。ホームページ制作のために学ぶっていうよりも、もう全般ですね。そうですね、うん、
5つ目はライティングスキル。ライティングスキル、ウェブ担当もそれって必要なんですね。そうですね、何を伝えたいかによってそのキャッチコピー、言葉が結構大切になってくるかと思いますね。大事ですね。 YouTube もサムネイルとか、あと商品とかもね、パッケージデザインとか、キャッチコピー何にするなんていう話がね、よく聞かれますけど、確かに限定とか新発売とか載ってるとついつい手にしちゃうのと同じですね。一番何を売りたいキーワードか、その辺を強調して伝えることができたら、やっぱライティングスキルを持っておいた方がいいかと思いますね。ここまでのスキルを持ち合わせたウェブ担当って本当に神がかってますね。ここまで来たら自分で作れるかと思いますね。あー、なるほど。ウェブ担当者が持つべきスキル5選、いかがでしたでしょうか。ウェブ担当者ってすごく広範囲なスキルが必要なんだなと改めて思いました。そうですね、いきなり全てを身につけるのが難しいと思うので、焦らずじっくりいきましょう。このチャンネルではこれからもウェブ担当者の方のスキル習得を目的とした投稿をしていきます。ぜひチャンネル登録もお願いします。コメント欄ではぜひこんなことが知りたいなどご要望もお寄せください。弊社クラウドシードではウェブ制作、システム開発、マーケティングなどを行っております。ご興味ある方は概要欄にホームページのリンクを貼っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。